今回紹介するのは「赤い韓国危機を招く半島の真実」という本です対談方式なので分かりやすかったです韓国という国はやはり理解不能の国ですねカルト宗教団体の信者に似ていると思いました異様な反日感情も結局は屈折したコンプレックスから来たるものであり 儒教教や福音派ののキリスト教の影響だけとは思えません。カルト信者の洗脳を解くのは不可能に近いと言われていますが韓国もそうでしょうね次期大統領は新北朝鮮だと言われていますが恐ろしいのはあの気の狂った北朝鮮とカルト思想の反日国家韓国の統一で 日本の隣国に長反日国家ができることですね日韓合意に証明されるように約束を破ることで有名な韓国ですが朝鮮半島には関わらないのこそ日本の平和だと認識させられました桜井義こ氏の質問は鋭くオソンファ氏も苦労されていましたが日韓関係を健全にしようとすればするほどますます泥沼化する皮肉さやはり 関わらないのが一番だと思いました以上興味のある方は実際の商品を amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします